ていうのありますね、うん、確かに。で失敗した方も失敗した方で小さい失敗だから傷にならないじゃない、うん、大きい失敗がトラウマになっちゃったりするんだけど、ちっちゃいうちに積み重ねて、うん、そこが逆にこう傷にならない分成功した体験に変わる、うん、これをやったから今度は大丈夫的な、そうですね、っていう教育も実際あったりしますので、無意識にそれやってるのかもしれない、うん、山内さん ね、 意識してるね、すごいすごいって今度言わせようか本当はすごい人なんだよって意図せずそれをそうそう自分から言わないのね、かっこいいじゃあうちらが僕ら言ってあげようと、はい、じゃあこの辺でちょっとリクエスト曲はい、いっちゃいましょうか、はい、やっぱ今日はちょっとテーマが失敗なのでそんな失敗に負けないでということで、ザードさんの負けないで、はい、じゃあちょっとオープニングというか明けは触れてあげてくださいね、はい、明日もあるんですか、明日はさっきの、うん、ああこれわかるわ、あーある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 、俺じゃないけど昔付き合ってたから同じことしよった、私もやったことあります。別に、あ、開かないって。単なる泥棒だよね、周りから見たら。バレてないからいいけど。僕も最近あるんですよ。本当に2、3日前に。これやったんですか？そう、ローソンで。ガチャッと開けたら、なんか違うの。あ、じゃあ開いたんだ。開いた。うんと思ったよ。でもほら、開いたし、もう自分のものって思ってるから、うん、一瞬理解できないわけですよ。あでしばらく見てちょっと細かいところが違う、怖いですねこれは、いろいろありますね、あるんだね、言われたらあーってなる、やっぱそれをなんか忘れていく日とか残ってるところが違いかもしれないね、うん、そうだね失敗っちゃ失敗ですもんね、そうだね恥ずかしい誰にもこう迷惑かけて笑い話になるぐらい失敗がいいけどね、うん、そういうのったら結構いっぱいありそうだね。あるかな。忘れた方がいいです。でも昨日の夜結構ね、戦略立てろ一生懸命思い出そうとしたけど、なんか難しかった。だから僕は失敗のこの、なんていうのかな、謝り方、あ、うん、は欲しいんです。謝り方。謝り方。なんて教えてる。いやもう、精神性込めて正直に話して、うん、で必ずお菓子持っていく電話で終わらすのそうそう、これで何度も僕は救われてるんですよ、どうします、お菓子持っていけってポテトチップス持ってったらいやなんかそれはね一緒に、だから部下が失敗したら一緒に行くし、あ、そうそう、いい上司ですね、自分が失敗したらちょっとおいで頼むこの仕事、一緒に謝らすって特に女の子連れて行って和ますしょうがねえなという、そう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 仕事の失敗怖いですよね、いろんな関わってくるから、うん、もうそれも教えられたんだよ、うん、謝り方を教えるっていいですね、うん、なかなかそこまで教えてくれる人っていないですよね、そう、教えてくれた人がいて、一緒にいつも言ってくれる、謝りに、あ、やっぱ教えられたんですか、そう、その人がね、必ずお菓子とか持ってきた、それで大事かも、それ、これ大事だな、うん、大事ですよね、聞いてくれてますよ、大塚さん中学館という家族としてお話しするのが良いと、うん、ですね、意外と環境って難しいんですよね、うん、うん、正直であればいいかっていうと、正直に話して伝わらないこともあるから、遠巻きにするとか、遠巻きにして伝わらない人もいるから、こっちは正直に、人によってどう伝えるか、その失敗してないって思ってる人に本当は失敗してる、そう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 、あんた失敗してるよえぇとかやっていやいやいやって言う人もいるし、え、俺失敗してたのみたいな、難しいな、だって1回で全員っていうのも無理だし、一回でその人に知らしめるっていうのは無理というか難しいんだろうね、うん、回数はものによるかもしれないね、そういう意味では失敗って重ねた方がいいのか、うん、確かに
それが人を育ててる。あ、そう、あ、別な成功があるから。なるほどね。別な自分の成功じゃないけど、別他の人は環境を作るという成功があるから、もっと大きい。あ、でもめっちゃ、じゃあすごくないですか。一人が失敗して成功するより、そうそうそう、この周りもう何人もの人が成長していく。うん、成功体験をたくさん持っていってるっていう。めっちゃいいじゃないですか。いいことしてる。事前授業みたいな。事前授業。授業授業事前授業みたいな。競技を取るか大技を取るかと講義を取るか。へえ、面白い。ちょっと BG 下げてから行きますね。どうぞ。すいません。ちょっと油断してました、ね。油断しました。はい、今日はテーマが失敗で、はい、盛り上がってるんですけど、勝手にね。ちょっとねコメント紹介します。はいはい。大塚健二さん、はい、外食して同じ車種色ドアが開かずガチャガチャしていたら私の車に何してると言われたことがあります。ありますね。うん、最近あったんですよね。そう、もうね、山本さんいろいろ提供してくれるな。本当失敗多いっすね。本当にこれはでも 2,3 回ありますからね。マジか。あ、結構あります、ね。本当に繰り返してんじゃん。そう絶対1回では終わらない。1回では終わらない。でも私もありますね。この同じ失敗、はい、もう思いっきり鍵入れてガチャガチャ開かない、なんでみたいな。鍵入れたら怖いね。鍵入るじゃないですか普通に。でガチャガチャしても開かないんですよ。あ、どうしようと思って壊れちゃったね、うん、そしてよく見たら全然隣だった、ね、隣でもなかった。隣でもなかった。隣でもなかった。いや、その後探しましたもん、私の車どこみたいな。今ほらあのピピーでね、あの光るから分かるけど、ね、私ピピーないんですよ。うーん、ちゃんとついてるか、これしかないからね。そうなんですよ。大変だこりゃ。はい、お疲れ様でもいくつかありそうだな。賃貸の頃、うん、酔っ払いで回数間違えて一つ上鍵かかってなく、ただいま、あら、大家さんと言われたことがあります。大塚さん、大塚さん。あ、大塚さん、大塚さん。中に人がいて、あらどうしたのみたいなね、言われたわけだ。あ、知人でよかったですね。本当だよね。うん、ね、知らない人だったら、いや、何してんの。フロア違うんだもんね。よく顔してたよね。よかった、よかった。怖っ。怖いですね。でも私のお父さんも昔やったことあるって言ってました。え、自分の部屋間違ったの？はい。で、上か下かに行って、ガチャガチャガチャってやったって。大塚さんもさ、ゆうさんもさ、酒の話やめよう。胸が痛い。俺引きずるタイプなんで。あ、そうか、最近でしたもんね。もう忘れてました。早いな、忘れる。すいません。俺まだ引きずってる。はい、そんな感じですね。皆さんいろいろ間違いはしてますし、人の失敗ってなんでこんな楽しいんでしょう。いや、自分の失敗になるとね、シュンってなるけどね。落ち込んじゃうんですけど。いや、面白い、うん、へえ、失敗か。でもね、またこの失敗を何でしたっけ、さっき謝り方。あ、はいはいはい、そうそうそう、教えてるんですよね。そう、失敗はもうやるんですよ、うん、人間僕がやりますから。そうそうそう、やらない人はいないですよね。そう、だから失敗を、うん、僕が起こる失敗は要するにさっき言った過程で手を抜いたり、うん、あるいはちょっとこう何確認すればよかったことをやらなかったり、 あるいは相手先を存在にして失敗したり、うんうん、というのは起こるんですよ、うんうん、何やってんのと、うんうんうん、だけどそれ以外のこの本当にちっちゃいこういう車の失敗とかちっちゃい失敗ですから、さっきのね鍵のね、そうそうそう、あ、鍵だ、間違ったって可愛い、笑える笑える失敗だよね。あと何か入力ミスとか、うんうん、プログラムミスとか、うんうん、そういったのはそれはいいのか。同意しづらかったぞ今。なんていうんですかね、このどうしてもさっき言ったみたいな、なんていうのかな、技術じゃなく、うんうん、その注意力不足、うん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 、あ、なるほど、それはもうどうしようもないのかな。それも偶発に近いのかな、どうなんだろうな、気が自分が多いのか。車のとかってこと、車のとか、そこにたまたま似てる車があったから、あったからっていう風で。どうなんだろうな。
だからそこは逆にあんまり言わないですね、うん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 、言ってもしょうがない的な感じにもなるんか。そうですね、だからもうなんていうんですかね、もうどうしてもコンピューターじゃないから、うん、細かいとこ間違うじゃないですか、うんうん、だからそこはもうしょうがないな、うん、そうだね、うん、そうですね。じゃあ失敗してしまったらどうするかをじゃあ伝えればいい感じ。そうですね、うん、失敗したらこんなして穴埋めせよっていう感じで教えるぐらいでいいのかなと、あまり耳くじこうつついたら、うん、逆にやりにくくないかな。そうだね、やりにくいですね。だんだんなんか失敗したこともオブラートに包んで隠すようになったりね。ああ、はいはい、それありますね。怒られすぎたらまた怒られちゃうって思うから、うんうん、どうにか隠蔽、ね、どうしても人間って逃げちゃう癖もあるから、うん、そこはあるよね。だからだったら行っても大丈夫なんだとか、うん、行ったことでむしろ良くなったとかっていう環境を作ってあげることの方が大事かもね。そうですね、社員教育も、ね、子育てもっていうところかも、うん、子供なんて特にじゃん。そうですね、ずる賢いじゃん、まあ、いい意味で確かに確かに。だからまあ子供も本当にね、スタッフもそうだと思うんですけど、うん、思いっきり何かやって自分がこうやりたいってことをやって失敗するのは全然いいじゃないですか、うんうん、だからそれをできない環境は嫌だなと。そうだね、うん、失敗できない環境。そう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 、うん、そうですね、多分子供もね結局何もしないと思うんだもんね。そう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 、うん、と思うんだけど。そうですね、勉強を自分なりに頑張って、じゃあ悪い点数だった時には、うん、頑張ったのに残念だったねが先じゃないですかね、うん、で、すごいやしと、その過程は、うんうんうん、あれで頑張ったのよなって。そう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 、じゃあ今度どうしようかみたいな、うん、話チェンジすればいいんだね。たまたま結果がついてこない時ってあるじゃないですか。ね、ありますね、うん、あるね。仕事もそうそうそう、多分勉強は分かんないけど、ね、勉強は積み重ねとは思うんだけど、ね、もうすぐ起こるんじゃなくて、うんうんうん、で頑張ったけど、うん、この点数だったね、うんうん、次また一緒に勉強しようかとか、ちょっとやり方変えてみようかとかね、うんうん、一緒にね考えてくれたら嬉しいかもしれない。そうかもね、うんうん、そういうのを作るのがだから大人とか、うん、その役員というか、うん、上司、うん、先輩の役割なのかなみたいなのが今ちょこっと山内さん見てて思いました。そうですねまあ戦略なくね、戦略なく、戦略あってもいいと思うけど、あ、人生送りバンドさん、初見です、こんにちは。初見初見やばいですね、私大丈夫ですか。失敗した失敗したね今ね、ちょっとね、うん、まあまあ積み重ねてください、はい、失敗王じゃないよ失敗王じゃない知識を、ね、感じ。いや、さっきもなんか大家さんって言ったばっかりじゃないですか私いや、それはちょっと見えなかったんですよ、あの、いや、そうそう、で今度からメガネかけるから、そうあ、そうやってやっぱコンタクトなんかあんまつけないんですよ私。でもすぐ乾燥しちゃうんで、多分1時間とかだったらもうメガネつけて、うん、これが学びです、学び、はい、じゃあ次からメガネ持参しまーす反面教師あ、そうですね、反面でも教師になってるからね。そうですよね意外に反面教師の方が学ぶこと多かったりしますね。ああ、そうか、 あんな失敗したくないみたいなのがあるかもしれないし、うん、あ、どんどん来ました。 ありがたいですね。こんばんは、うん、TBS のバースデーでミラーレスのラミレス感情まじ、このカタカナは違うかラミレス監督ね、特集を見て泣いていたため遅れてしまいました、はい、なるほど、そういうことね大丈夫ですよいらっしゃいませ。後半参加してくださいちょっと読み間違えましたけど、はい、万年失敗してるしそうですね、ちゃんとメガネ持ってきます、はい、お願いしますカタカナが並ぶのと漢字あと何がある、あとひらがな、ひらがな、ひらがなならもっと読みにくいだろあ、メガネメガネって持ってきます持ってきます。ちょっとでもこのメガネも多分ね、高校とか中学校ぐらいに買ったのそのままなんですよ。ちょっと動画合ってるか分かんない、おいおいとりあえず持ってきますね。それも戦略ミスじゃないかもうそこも気にしないっていう、気にしない、分かりました誰か叱ってやって、どっちかっていうと私もこっち寄りなんですよそうだね、はい、大事大事そういうとこ憧れるけどね、だから引きずらないっていう、僕引きずる方なので、あ、結構だから今まで縮こまってたわけですよ、ずっと学生時代から社会人、あ、そうなんですね、というか若い頃は、ここに来て不良になっちゃうっていうね、価値の悪さが今露呈してますけれども、でも反面
なんていうんですかね、几帳面とか細かいっていうあれがあるんじゃないですか。細かいはあるかもしれないですね。よく言われますけど、うん、細かいってだからなんだろう、これぐらいのことっていうのはないけど、うん、割と気がつくとかいうのはいいかもしれない。ね、気がつく人いますもんね。うん、いますね。その人ですか。そこを伸ばしたいんですけどね。でも細かいところ気にするから伸ばしきれもしないわけ。あ、これでいいのかな、これでいいのかな、ずっと続くから、はいはいはい、パーンって聞ききれない。やっぱ細かい人たちってこういう大雑把でねみたいな人たち見るとなんかイラってしちゃいますか。しないしない。あ、しない、大丈夫ですか。あ、これはこれで、これはこれで納得はしてる。あとは自分ベクトルが自分に向いてる時だけすごいちっちゃくなる。あ、でも高橋さん今いろいろ積み重ねてイライラしないんじゃないですか。あ、それはあるかもしれない。若い頃は若い頃はなるほど、濃い。あ、そう、あ、ルールを守らないのさ。あ、なるほどなるほど。自分に向いてなくても確かに嫌いだったかも。ね、言われてみれば僕割とそういう人から好かれないですもんお前何してんのみたいな、うん、飽きられるみたいな。そう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 。よしよ、今うちのかみさんそんな態度だったんだけどやばいかな、俺嫌われてるのかな確かになんか、うん、真面目に生きてる人ってなんか真面目にやってないけどなんとなくなんか成功していく人とかいるじゃないですか。なんかすり抜けて、あ、上手な人はい、器用な人ね、うん、いますね、不器用だったな。なんか最近言ってたんですよ、一緒に仕事してた人が、うんうん、なんか真面目に仕事するって損なのかなって。あ、めっちゃ思う、うん、だってその傍らではめっちゃおしゃべりしてる人がいたりとかしたら、真面目の概念変えないとダメだなと思ったの。ある時期から。それでだって同じ給料もらうわけじゃないですか、うん、でもその人絶対サボってるわけじゃないんだよね、上に行く人っていうのはさ、うん、何かしら別なところでちゃんとした結果をやってますもんね。そこが見れてないんですよ、だから尺子定規で昔は、はいはいはい、この枠の中しか、ルールの中しか見てない。ちょっとはみ出てここでこう結果を出してここに持ってくるところを見てないわけ。ここにあるものだけ。だそれはすごい損したなって思ってますから、だからみんなに伝えてるんだよ飛べ飛べとそうですね。ああ、なるほどね、面白いですね、はい、伝え方も大事だよね。だから失敗したことが、うん、多分トラウマとは言わないけど、うん、残ってるんです、多分教え方、うん、親だったり、うん、親が、まあ別に非難するわけじゃないですよ、前置きして公務員だったんですよあしかも警官だったので、あら、めっちゃ厳しくて、厳しいですよ、ね、結構細かい、細かいし、はみ出ることダメだったから、それが当たり前だ、それが正だと思ったんだけど、それだけじゃないっていうのが徐々に自分が壊れてから、あの僕一回病気になってるので、うつとパニックになってるんで、やっぱ追い込められすぎて、あ、追い込まれてる自覚はなかったんだよ。だけどやっぱり壊れちゃったっていうのはそうだったんだろうね、きっとね。はい、またコメント来てますね。まず失敗は成功のもと、うん、いいこと言ったな。言いましたね。言いましたね。そしてあははは、は好かれない。好かれない。私は。違う。また間違えたから。どういうことだろうって。私は山内市見て遅刻約束。飛ばしできるので、できるの、うらやましいです。やっぱうらやましいと思ってるんだね。語弊がありますねってことは遅刻約束、遅刻はそこまでしないですよそこまでしないでも約束は約束はたまにこの重なる時があって、あ、一個約束してるの忘れちゃって、はい、最近ね、このやっぱスマホにスケジュールがん、もう何でも書くようにしてるんですよそれした方がいいですね。でも運転した時にこうほら電話来て、はい、あの別に運転しないから電話しないですよ今危なかったっすね。いや、ちょっとヒヤヒヤしました、私もなんていうの、今流行りの Bluetooth で会話して、はいはい、はい、でもメモれないじゃないですか。あ、そうですね。それのかぶりとかミスが非常に多いです、ね、あ、だからそれを今ねどうしようかって、今音声メモ、ああ。これ喋る、これね言われたんですけど他の人にも、うん、一回やったけどね、あんまうまくいかなかったんですよ。でもそしたらまた後にしましょうね、ねまたボタンを押さないといけないってことですよね、録音するためにも携帯触らないといけなくなった。そっかそっか、結局それだと危ないのか、うんうん、やっぱり止まってからじゃないとね。車止めればいいんじゃないですか。そうだねあ、頭いいんだよその辺にもう電話になった瞬間から、そうしようか、うん、いやそれしなさいってみんな言ってるから
世の中の人は。なるほどね。なるほど、ね、そしたらもうメモれますよ。そうだね。そうしましょう、これから。そしたら多分約束もね、被らないで。被らないね。止まってメモ、あの音声メモがいいよ。喋るとインプットまたできるから。手で打つよ。あ、やっぱり声に出すことで、うん、耳から入る情報と目から入る情報と両方、うん、刷り込まれるんでミス少なくなりますよ。でも音声メモしたことを忘れないですかね。ちょっとそれ心配になったんですけど。そこかよ。だからそうだね、忘れるね。忘れますよ絶対。やっぱスケジュールに入れた方がいいな、止まって書きましょう。そうですね、うん、そうしましょうか。結論出ました。あ、そうだね、はい、車を止めるというね、はい、まずね、運転中に電話が来たら車を止めてメモしましょう。そうですね、はい、だからケンジさんちょっと語弊がありました、うん、一生懸命考えております。はい、そんな感じで、はい、じゃあまた次の曲いっちゃいましょうか。次の曲は何ですか。そう、次の曲はちょっと私のオリジナル曲を持ってきまして、うん、まだまだ引き出しあるね。あ、でも前と同じなんですけど。あ、そう。そうなんですよ、あの私の飼っているペットちゃんたちの曲です。お、はい、聴いてください、そら豆。かわいいね。これはネットに載せてもいいの？はい。クリスマス飲食のメイク版にやってきた新入り君、だんだん大きくなってゆく体、入れ替わってゆく仲間たち、仕事が手につかないお父さん、気がつけば鯉のぼりの季節まで通い詰めた、張り裂けそうな胸を抑えきれず、ついに猫の空と犬の豆、猫の空と犬の豆、2匹合わせて空豆。海風爽やかな上がり咲きと視力値、通称イルカ公園、車のできた涼しいやつ、遠くに置いてきても全速力で戻ってくる、夢をなくして空っぽになっていた私の隣で勝ち誇った顔で座る、猫嫌い、猫の空と犬の豆、猫の空と犬の豆、目と目合わせば戦闘モード、猫パンチ何度食らってもめげずに立ち向かってゆく、おバカな豆、目を挑発してる悪い空ちゃん、おやつの時だけは横に並んで仲良くお座り、たまらんな猫の空と犬の豆。
この空と犬の豆2匹揃えば笑顔でいっぱい。あこの二つの出会いはきっとずっと昔から決められていた。閉ざされた心のドアぶっ壊してやってきた救世主。猫の空と犬の豆、猫の空と犬の豆、早く帰って会いたいな。そこがもう一回歌なんだな、とんでもないことだって思わないようにする。思わなくてもいいんじゃないかって考えてみるっていうのもいいんじゃないぐらいの感じでまとめてもらえれば嬉しいかな。説明、エリさんの説明する。そこです、そこです。ヘモ持ちだそうです。違います、私の飼っている猫の空と犬の豆です。もう先週からひどかったんですよ。きっといやそういうことではない。今経過を見てます。はい、今日の骨ラジオテーマが失敗、ミステイク、ミステイク、はい、盛り上がってますね。人の失敗楽しい。意地悪ですね。そうね、性格悪いんですよ。自分はなんかね、もうやめてっつって。もう何したい、酒飲んで何したんですか。ごめんなさい、ごめんなさい。でなんかさっきちょっと話してたエジソン、エジソン、はい、知ってます。エジソンは知ってますよ。何した人、電球。なんでちっちゃくない声が。そうですよね、はい、電球ですけど、電球作った人ですけど、はい、なんかね、それがで電球が出来上がる形になるまで、ちゃんとつくまで、うん、ものすごい回数失敗してるらしいんですよ、うん、噂によるとなんか1000回とかいう本もあった、表記もあったりあるんですけど、うんうん、途中でさすがにね、一緒にこう研究している女子の方にもうやめましょうこれはと言われたらしいんですね、うんうん、だけどこんだけ失敗したんだからもういいでしょう、できないですよって言ったら、うん、できないっていうことにはなってないと、この材料だとうまくいかないっていう発見をしたんだ私はと。超ポジティブ。めっちゃポジティブだよね。かっこいい。すごい、それ1000回やったんだぜ、うん、あ、そっか、発見してるってことか、できないこと、できないを発見してる、うん、かっこいい。この思考すごいなと思って、やっぱすごい人ってすごいっすね。すごい、すごい人がすごいのかな。すごい加算、やっぱそうだよね、その人がすごいって見るのもありなんだけど、それだとすごい短絡的になりそうで、うん、そこまで続けたのがすごいのかな。そうですよね、やっぱ諦めないっていうか続けること、うんうんうん、やっぱ失敗の概念が違うんでしょうね。でしょうね、うん、失敗ってなんかね、俺も失敗と思ってなさそうですね。そうそう、私たちの考える失敗じゃないんですよね、きっと。多分違うんだろうね、捉え方がね、なんだか解釈っていうか、なんだろう、一回やっちゃったらもうアウトっては思ってない、うん、次に進むための一つのプロセスにしか過ぎないって思ってるんだろうね、きっとね。理論的にじゃあ自分でも自信があっただろうし、うん、間違ってない、まあ、絶対できるっていう、もう確固たるなんかね、根拠があったかどうか分かんないけど。何かがあったんだろうね、うん、それさえあれば失敗っていうのも
もしかしたら怖くないのかなとかね。そうですよね。だって発見してるんですもんね、できないってこと。そうだねまあそれちょっとなんか刺さりました、私。すごいなと思ったね。だからでもそうなんですね、やっぱ成長じゃない失敗して成長して、それが成功につながるし、なんか私的にこの失敗はなんか向上心を生み出すなんか源なのかなってちょっと思って、成功の元的なね、簡単によく言うと、はい、やっぱ失敗があるからなんか次はうまくやろう、成功させようって思うなんていうね、気持ちの火種になるというか、そうそれがなかったらなんか最初からねうまくいっちゃっててもきっとわからないし。そうですよね、イチロー選手もそんなこと言ったの、確かね。自分はずっと成功してるんじゃないと、まあ成功もあるかもしれないけど、たくさんの失敗に裏付けられた成功なんだっていうのは言ってたの、確か、そんな感じの言葉を。だからなんか毎回成功してるイメージがあるけど違うよと、今でも失敗してるっつっても、うまくいってるところだけなんかねピックアップされてクローズアップされてフォーカスされてやるけど、だからなんか天才はなんとか言われるけど、その裏をね、そうやっぱり努力とか積み重ねとかたくさんしてる失敗っていうところ を大事にしてるみたいなことを言ってましたけどね。そうなんですね。お、大塚さんなんかいいこと言ってるよ父が言ってたのは、それを止めなければ成功はなくても失敗はないと言ってました。おかっこいいな。あ、なるほどね。止めなければ成功はなくても失敗はない、なるほどね。成功はないけどね、確かにね、そういうことですよね。でも動かなかったらやっぱり失敗はあるんだよね。じゃあやっぱり止めないから失敗はないわけで、動きを止めたらじゃあ失敗しちゃうっていう、最悪止めたから失敗になる、むしろそっちが来るっていうことなんだろうね、きっとね。はいはいはい。その下、失敗は発明の母とか無知の知って、言葉があるけど、知らないことや失敗が恥ずかしいことではなく、気づき次に進むことが寛容なのかなと。そうですね。すごいね。恥ずかしいと思っちゃいますもんね。表現上手だね。勉強になるわ。なんか私なんかよりね、ちょっとリスナーさんに締めてもらってもいいかもしれない。おい責任を放棄するんじゃないよ。そんな感じで、はい、今日は失敗でしたが、はい、失敗の話について話させていただきました。はい、じゃあ結局ね、失敗はやってもいいんじゃね。やりましょう、どんどん失敗、むしろ失敗しちゃおうと、恐れずに、その先にが成功あるんだよと、はい、そうですね、いう感じかな、じゃあいいですね。じゃあいいですね。なんか投げやりだな。まあいいですよ、はい、まあ、そういう感じで、はい、皆さんが寄ってくれればいいかなと思ってます。そうですね、恐れず、はい、みんなで行きましょう。はい、そんな感じで恐れず告知してみる。あ、ちょっといいですか。失敗恐れず、ちょっと文章読みがあるんですけど、漢字読めるか分かんないけど、ちょっと読んでみます。ですね、私11月28日火曜日、茶壇町のもつさんでライブに出演いたします。イエーイ、すごい、もつで、はい、もつプレゼンツ、すごいな。会場が19時、開演19時30分、はい、で、ライブチャージが2000円なんですけど、ちょっとこのライブ招待券がありまして、招待できるので、ぜひぜひ手を挙げていただければと。いいの、メッセージいただければ。はい、でワンドリンクが必要になるんですけど、で私以外に6組のアーティストが出るんですね、その他にも。だから結構楽しめるライブになるんじゃないかなと。他はどんな方々が、ですね、イエローソウルさん、なんでパスしてるの、何出たと思って、これが分かんないの、俺も。ジョアウィズリミちゃん、あの金谷リミちゃんですね。あ、そうなん、はい、カラオケグランプリで何年か前にグランプリ取った子で、とサランさんと、はい、マホミさんと、水木さんと、ナツさんが出ます。たくさん出るね。はい、7組、合計7組で、何番目、まあ、決まってないです。あ、そうかそうか、そうなんです、ね、それも楽しみじゃん。はい、ぜひぜひ遊びに来てください。何曲ぐらい聴けるの、その30分ぐらいなんで、私のステージは、5曲は歌えますね。じゃあ5曲かける7組。はい。すげえ。すごいな。平日なんですがね、お時間ある人はぜひ遊びに来てください。はい、お待ちしております。はい、じゃあそんな感じで今日の骨ラジオはこれで終了したいと思います。はい、じゃあまた来週、はい、会いましょう。さよなら。はい、お疲れです。バイバイ。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。
敗したもん、読んでて。でも全然気づくない。ハート強え。え、これぐらいの読み間違い気になります？気になる気になる、多分ここ出るまでも気になってる。何も気にしてない、ね、ただでもこれ映像残るじゃないですか、うん、YouTube に、うん、たまにそれは思います。ああ怒るんだ、そういえばこれ。今日変なこと言ってなかったかなって一瞬思うんですよ。いや変なこと言ってないし大丈夫です。みんなで作る本音ラジオ話せることが良いかと思う。いいんだよ、お疲れ様。あ、お疲れ様。